はい、皆様ごきげんよう。新法学部生に送る法学一週間チャレンジ2回目になります。凡人が教えるからいいんだろう、怒って言ってるけど別に怒ってはないです。はい、今日も変わらず資本の提供でお送りします。前回は広報と司法の違い、その概念的な違いっていうものについて学んでいったと思うんですけど、次は、その広報司法の具体例、憲法とか刑法であったりとか民法とか、その中でも、一番最初に、一番最上位法っていう形で日本に君臨している憲法について勉強していきたいなっていうふうに思います。さあ、内容入っていきたいと思います。憲法、知って得する概説。憲法って実際条文の数だけ言ったら、50、60もないような少ない条文なんですけど、民法とか1000以上あるんで、それに比べたら全然少ないんですけども、内容としては我々の人権であったりとか、逆に国のするべき仕事であったりとか、そういうようなすごい大事なことが書いてあるんで、かなり重要なものになってします。で、この憲法に関することだけの学問とかもあるぐらいなんで、内容は少ないけども、掘り下げていける内容はすごい多いかなと思います。ただ、教授とかって掘り下げた内容からいきなり話されるから、聞いても全然わからんってなるわけですよね。なんで、憲法の概説、どういう考えに基づいて憲法が作られてるのかっていうのを知ったらわかりやすいと思うんで、今日はその辺説明していきたいと思います。というわけで、その60項しかない憲法の中身、具体的に何が書いてあるかっていうと、天皇についてっていう内容をまず一つ。で、次に基本的人権。生存権とか自由権とかそういうやつですね。で、三権分立。この三つだけです。で、今日はこの赤色の矢印のこの天皇についてっていうのを基本的人権について話していきたいと思います。まず、天皇。天皇っていうのはその憲法60項のうち1から8までのその8項に定められているような内容になってます。で、具体的にどういうことかって言ったら、ややこしい書き方したけど、端的にまとめると、天皇はあくまで日本国民の象徴です。それ以上でもそれ以下でもありませんと。で、また天皇の声には、内閣の助言と承認か、国会の議決が必要となる。内閣とか国会というのは、次の三権分立で詳しく説明するんですけども、とりあえず何をするにおいても、その国家機関からの承認とか助言とかそういうものなくして、天皇が独断で動くことはできませんよというような内容になってます。ぶっちゃけ天皇制書いてあるのこれだけです。で、これも含めて、ちょっとまた簡単に覚えやすい裏技がさっきのスライドで出てたと思うんですけど、戦争の放棄とか重要なものもあるが、裏技教えますって、その裏技と関連づけて一気に覚えれる方法があるんで、今ちょっとここの辺で天皇の説明を終わっておきます。で、次、基本的人権。これがややこしいんですけど、基本的人権、具体的に5つに分けられて、自由権、社会権、平等権、請求権、参政権っていうふうにあって、学説的には、その5個って分けるのか4個って分けるような考え方もあるんやけど、基本的には数説はこれです。5個に分けっていうのは正しい考え方です。参政権と請求権を一個の権利として考える、研究者さんもいるんで、行ってる大学によっては、いや、基本的人権は4つだみたいな感じで教えられるかもしれませんけど、腹の中では、ああ、参政権と請求権のことねっていうふうに思っておいてください。で、これ何が重要かって言ったら、これ全部認める権利ではないんですね。でも、具体的には社会権の中に生存権とかって言って、改定時のごとく生きる権利っていうんですけど、生きることとか自由権、勉強とか宗教の自由ね、なんかを信じることってわざわざ国から認められる必要ありますかっていうのを考えてほしいんです。どうですか？社会権とかって他にも財産権とか言ってるんですけど、金稼ぐの国からの許可ないとダメなんですか？そうではないんですよね。これ認める権利ではだからないんですよ。じゃあ何かって言ったら、保障する権利なんですね。っていうのも、生きることを保障されなければ我々のたれ死ぬのかって、そんなことないです。ただ、野たれ死んでも知らないよっていうのを防ぐためにあるっていう意味で保障する権利になったわけですね。さっき言った例で言ったら、その生存権であれば生活保護っていうような福祉として、実際日本で福祉の制度として現れてますし、他にも財産権とかやったら、昔やったら年貢とかといって勝手にその不利益に取り立てられるようなことがあったんですけど、そういうことをされないように、我々の権利を保障してくれる権利なんですね。なんか権利を保障する権利って言ったらすごく言葉的に語呂は悪くなるんですけど、実際に我々のそういう活動を認める権利ではないっていうのを覚えておいたら、その憲法の概説っていう形で知っておいたらいいかなというふうに思います。研究者の人とかって、その自由権の思想とかっていう、なんかすごい深い話していくんですよ。そもそも根本的に自由を認めてる権利じゃなくて、我々の自由を保障してくれてるっていう話なんだっていうふうに理解して、教授の話聞いたら、
自由権、社会権、平等権、請求権、賛成権、これも全部3つぐらいに分かれてるんですけど、全部まとめて覚えやすいっていうふうに思います。あとはもう4デジのごとく、自由権の中の、まあ、自由に活動する権利、自由に勉強する権利、自由に、社団を組む権利とか、そういうふうに分かれてくるんで、そもそも組む権利を与えられてるんじゃなくて、組んでも、組むことを保障されてる権利みたいな、そういうふうに捉えれたら、すごい覚えやすいかなと思うんで、まあ、憲法の概説ってことです。認める権利ではない。認められる、保障される権利である。これだけ覚えておいてもらえたらなっていうふうに思います。ということで、あと三権分立の話もあるんですけど、それについてはまた次回話していきたいと思います。以上、新法学部生に送る法学一週間チャレンジでした。